そういや、最近は電池の配信は全くやりませんね。わあ。電池ね、やります。やりますよ。この前ね、ヤフオクでね、お宝をね、買いましたよ。見せますね。これです。よし。これです。これヤフオクで買ってね、まだ開けてなかったんですが、開けます。これです。すごいでしょ、これ。なんて書いてあるか。プラス？ブレイクスって書いてある。ブレイクス。すごいでしょ？ブレイクス。で、下にね、ここかな？阪急ってこう書いてある。阪急。ブレイクス。阪急はならわかると思うけど、このブレイクスの赤と黒でしたよね。阪急強かったからね。で、このね、文字。フォント。これから何年かがわかるというね。このブレイブスのね、ユニフォームのね、字体、フォントがね、変わるんです。年によって。で、これ何年かな、調べようもでね。阪急です。阪急です。阪急ブレイブスです。山口隆と、から山田久志が打った頃の阪急です。巨人に長いこと負け続けてね、その後、巨人を3立てかなんか食らわした時の反響です。有給ブレイブス、そんなですね。で、こんな電池が、こんな乾電池があったよね。反響ブレイブス乾電池。これはね、どこなんやろう。わからない。これ書いてないです、どこともね。メーカー名不詳ですね。それからもう一個ですね。これ。これね。富士の乾電池なんやけどね。ここね。ここはね、富士電気乾電池なんです。今、富士電気化学になったでしょ？これ、富士電気の頃の乾電池なんです。ね、もっと珍品見せますね。これ、珍品って分かります？何が珍品か。これ、こう。これ、こう。分かります？これ、普通です。ね、こうだからね、こうだね。これ、すごいでしょ？逆に入っと。これ、切ってやったらね、もう、すごいプレミアつくんでしょうけどね。珍品いうことでね。これ、紙がね、反対に入っと。まさか、抜いて差し替えたんちゃうやろね。これ、なんでこうなったんやろね。阪急って言うと、私はね、阪急ブレイブスファンですから、やっぱりこれ買わなあかんな、思ってこうなんですよ、これね。西宮球場ね、いつ行っても吸い取ってね。もう予約なんかいらへんかったからね。今日の観客は3000人とかね。なぜ米田、梶本兄弟の頃からのファンですからね。筋金入りの、もろきとかね、おった頃からのね。で、あと、足立さん、そうそう。さ、あの、アンダースローのね、足立さんね。米田、足立、石井、梶本。いつの話や、ってね。ですよね。1960年代後半ぐらいかな。で、その頃、あかんかって。で、上田監督が来て、山口隆が入ってきて、長池が入ってきて、福本さんがね、福本豊さんがね、入ってきてね、福本豊 サインボール もう、根っからの阪急は ですね。阪急がね、オリックスになったでしょ？阪急ブレーブス。オリックスブレーブスになった時期あるんかな？で、オリックスブルーウェーブになってね。で、グリーンスタジアムでね、神戸のね。私、地下鉄沿線の学校住んどったからね。
神戸グリーンスタジアムに行きよったんです。今度はそれがね、近鉄と合併してね、大阪へ行ってしまって、それはいいんやけど、オリックス・バファローズになったんですよ。そこでですよ。ファン辞めました。こう、ほんならね、なんでファン辞める人おるけどね。逆に、そうして言うたったんですよ。阪神と巨人が合併してな、阪神ジャイアンツになったらな、お前、ジャイアンツ応援するんかって言うたら、せやな、納得してくれました。お前タイガースファンやろって。阪神ジャイアンツなんか応援せえへんやろって。したがって、うん。オリックス、バファローズには行きません。うん、今年、優勝するらしいけど、オリックス。関心ありません。ブルーウェーブの更新は、今、イーグルスですから。楽天です。だから、まあ、強いて言えば楽天かな。と福本さん、国名誉賞辞退しましたね。偉いね。これ何でもなんかな。これ朝日新聞の新聞昇格生のね、説明会がなんかに、私、高校の先生とか行ったら、道場洋蔵と福本豊の話があって、で、最後に道場洋蔵と福本豊のサインボールで、座席番号でね、何番の方当たりですとか言って、ああ、俺の座ってる席や、ってね、これもらって。気持ちわかります。自分もホークスは応援できません。南海やし、って。南海ホークス、ホークスはソフトバンクホークスなったんちゃうん。ホークスファンやったら、でも南海の大阪球場のね、雰囲気がね、ソフトバンクって言われた。手という、そら分かります。やっぱ南海ホークスは南海にね。やっぱ南海というね、電車にね、思い入れがあるんやろね。うん。あ、ブーマー持った。アニマル持った。マルカーノ持った。そうそう。土の子外人と言われたマルカーノね。オリックスのスター、そう、イチローです。そう。イチローの頃まではオリックスブルーウェーブだったんで、まだ見に行ってました。神戸グリーンスタジアムにね。うん、福岡大英、そうそう。そやそや。大英が買うたんや。福岡大。大英ってね、本拠地神戸やのにね。あの頃はもう大英ってもう何でもかんでも買いまくってましたからね。お金に任せてね。オリエンタルホテル買うたしね。九州はライオンズ。そうですね。ホークスはライバル。うん。九州人はライオンズ。で、九州人は、西武ライオンズ応援せえへんでしょ？やっぱし九州に来てくれた球団やんね。もしね、オリックス・バファローズがね、グリーンスタジアムに来てくれたらね、まだ応援したかもしれんけどね。大阪ドームまで行く気もせえへんしね。やっぱりバッターズっていうのはライバルやからね。昔ね、ブレーブス、バッターズ戦なんかで、ほんまに客払えんかったんですよ。私が小学校、中学校の頃ね。うん。今日の観客動員数は何千何百人ですってね。そういう時代ですね。今パリーグ、すごいね。観客動員数セリーグに勝ってる時はあるもんね。で、パリーグだけど今面白いしね。うん、打って投げててね。ソフトバンクホークスも金に物を寄せて補強してます。そうですね。うん。大英もそうでしたしね。うん、池永さん。そう。下関商業の池永さん。西鉄が、福岡球場だけでは、平和大球場か。平和大球場だけでは、客が入りにくいから、下関、北九州の客も狙うんやってね、池田が取ってね、池田がすごかったね。それが黒い霧でね、森安かなんかってピッチャーもおったんかな、一緒にね。うん。神話でも池永さんって、すごいと思ってますよ。うん。本当にね、惜しいピッチャーでしたね。
ピッチャーでやっぱ格好ええと言ったらね、池永と江夏やね。江夏もかっこよかったけどね。池永もかっこよかった。うん。と思いますよ。電池はどうなったんだという声もあるようですので。え、電池。久しぶりに出ます。こうやってね、集めてるので、うん。諦めてるわけじゃない。電池の本は出すんやと。だってね、前出したこの本、電池の本。1979年より後の電池ですからね。これより前の電池を作らなあかんのでね。日本の。これ、全然売れませんけどね。なんで売れへんのやろね。面白いのに。池永さんは金を預かったけどやってない。周りはね、もう、いや、周りはやりまくってましたよ。うん、来週は朝日姫が出るようです。今日、ねねさんが変な言葉喋ってましたね。あれ、愛知弁ですか？突然方言喋ってましたね。家康標準語喋ってるしね。瀬名も標準語でしたよね。お題も標準語でしたよね。なんでねねさんだけあんな おかしな言葉喋らすんやろうね。今年の本当にどうする家康は。一貫性ないね。朝日姫は、別れるんですよね。別れて、結婚するんですよね。あの、朝日姫の結婚って、秀吉が家康許してやる代わりに朝日姫と結婚せえという、こうなってるんですね。これで家康は、秀吉の一門になると。いうことなんですね。はい。では、来週は、朝日姫が出るということで、どうする家康中心にですね、話をしたいと思いますのでね、また来週もね、来てくださいね。では、今日はこれで終わりたいと思います。